今日も頑張ろう、楽しもうね、始まるよ。ビタミンチャンネルようこそ。信じる物語としても信じない素振りをするギター弾き正ビンテージでございます。はい、今日はですねちょっと変わったネタをやろうと思うんですけども、まずですね、まあ、あの有名なところではガクトさんが、以前あの在籍されていたマリス・ミゼルっていうね不思議なあのバンドがあったんですけども、その曲ですごい心を惹かれた曲があるんですよ。ちょっと触りだけやるとね、こんなんですわ。ワルツなんですけどね、感じの歌なんですよね。不思議でしょ。めっちゃ好きなんですけどね。マリス・ミゼル良かったですよ。すごい。まあそれはちょっと置いて、これが好きだっていう感覚をですね、が一つあるんですよね。で、すごい昔に遡ってっていう話をですね、その動画でした時に、関西限定って私知らなかったんですけど、パルナスの歌っていうね、洋菓子のメーカーさんの、古い CM ソングがあるんですよ。これも昭和何年でしょう、40年とかですかね。なんか日曜日のあのね、これ人それぞれ違うと思うんですけど、私はですねリボンの騎士かなんかのアニメねの時になんか流れてたんちゃうかなと思うんですよ。パルナスの曲、歌、これは、全国じゃないですけども、なんか聞くところによると探偵ナイトスクープで紹介されたっていうところで全国に知れ渡ったようなんですけども、関西限定の曲でね、不思議ですよ、不思議な曲。ちょっとこれを1番と3番が面白いんで3番やってみたいと思います。中村芽衣子さんとボニージャックスですって、調べたら。ぐっと噛みしめてごらん、ママの温かい心がお口の中に染みとるよ。パルナス、甘いお菓子のお国の頼り、おとぎの国のロシアの私たちに、パルナス、パルナス、幸せの味、パルナス、パルナス、パルナス、という曲なんです。どうでしょう、これ、ね、これをですね子供の頃にずっと毎週聞かされてまして、これはですね、懐かしい、ああ懐かしい曲弾きましたねっていう感想と、昔これを聞いて怖かったんですってコメントもらったんですよね。怖かった、そう怖かったですよね。なんかこう、なんて言ったらいいんでしょうかね、子供心になんか不気味さが、これが洋菓子の宣伝の曲っていうのがまたこれすごいですよね。この表紙にね、あの赤ちゃんの写真あったと思うんですけども、あの赤ちゃんが主役で出てきてたと思います。で、あの赤ちゃんって多分50歳代とかそんなんですかね。どんなことをしてはるんでしょう、どう思ってはるんでしょうというのがめっちゃ気になるところはありますけどもね。パルナスさんの曲でございました。いかがだったでしょうか、なんか思い出ありますでしょうか。私はリボンの騎士がなんか頭に浮かんだです。
ということで今日は関西限定の CM のお話をさせていただきました。またお会いしましょう。さよなら。